いえちょいよラジオです。そしてはいどうもということです。ありがとうございます。はい、ということですね、今日はね、クラロワの動画ではあるんですけど、はい、プレイをするわけではなくてね、今日はね、クラロワリーグの多分詳細をね、理解しないとか多分結構多いと思うんでね、まあ確かに、その人たち向けにね、一応なんだろう、詳細をね、説明したいなと思いました。ありがとうございます。はい、どうですね、まあ、8月22日の木曜日から、開幕なんですけれども、まず、まあ、チーム、参加チームは変わらないですね、全部。はい。でとりあえずメンバーから、見ると、デトネに、ルイスが、監督に戻りだな。まあ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 。戻って、まあ、ちょっと選手を一旦、一旦退いて。うん、で、ジョーカー選手がね、新しく入るという感じで、うん、まあ、ジョーカー選手も、まあ、結構ね、なんかまあバルーンがね、得意なプレイヤーではあるんですけれども、まあいろいろね、そのなんか、まああんまり、でも言うても、どのくらいとか、あんまり俺フルバトとかしないからね、あんまわかんないですね。確かに。何回かそのご飯とか、多分天狗とも仲いいよね、結構。そう、何回かご飯行って、だからめっちゃね、その、人柄とかわかるんですけど、まあ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 って感じですね。その、はい。まあプレイ面とかはね、はい、まだ、詳しくは知らない。知らないそう。っていうところ。知らないというところで、まあ、どんなところなんでしょうか。まあ、楽しみにしましょうという感じで。ファブゲーミングがね、変わらず。で、ゲームズも変わらず、ポンスも変わらず。うん、で、キングゾーンも、変わらず。で、オジェヌも変わらず。で、また、オジェヌ、イッカー選手は？いるんです。あ、いるんだ。そう、俺もいないと思って、海外に行ったと思ったんだけど、いた。いたんだ。いた。で、OP ゲーミングがまた、改名してね、もともと最初 OPGG スケルトンっていう名前だったんですけど、うん、そっから OP ゲーミングに改名して、今回 OPGG スポーツかなに変わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということですね、監督が、元選手のウイちゃんですね。ウイちゃんか。まあそこら辺で OP のあとは選手はまあウィーちゃん以外の選手って元の選手4名ですね。はい。ってな感じで、サンドボックスが、このねイスラ選手なんですけど、この人がねホグファルチェ使いで、はいはいはい、前回ねなんかツイートだとグロ9位にいて、そうグロ9位フィニッシュで、8000以上にあてかグローバル200以内に赤4つ入ってて、ね、1つは8000いってないんだけど3つは8000いってた。やばいじゃん。そうのうち2つは8000超えで1つは9位みたいな。もうねチンチンです。もうやめてください。でもすごいな。そうすごいです。人が来るんだ。そうだからなんか海外からね結構ね多分アジアがビザとかの関係でなんかロサンゼルスでそのウエストがやってるんですけど、そっちの方の選手がなんか参加できなかったりして、はいはいはい、ずっと3人で回してるチームがあったんだよね。確かに。そうそうそう。だからそこら辺の選手とかがもう一気にアジアにも行けるからっつって。アジアなら入りやすいんですかね。そうそう、ビザで入りやすい。で中国は多分中国だけでやってるから、うんうん、まあ、若干ちょっとなんだろう、他の地域から入りにくいのかな。まあ、まあ、参入しづらい、まあ、そうそうそう、ね、まあアジアか中国で行ったら、まあ、アジアの方がちょいレベルも高いし、うん、まあちょっとアジア行こうかなみたいな感じで、ビザ的に入れない人とか実力あるけどウエストには入れない人とかが結構そのアジアに流れ込んできてますねってな感じで、であとはまあ変わらずですね。でこのブレンなんですけど、新しく入ったプップ選手はもともとなんかチーフグレンっていう人がねブレン e スポーツにいたんですけど、はいはいはい、その人が改名して入ったらしいですね。あ、そうなんですか。じゃあ実質もう実質もチーフグレンらしいっす。なるほど。らしいとかねあんま言っちゃダメなんだけどらしいです。なるほど。はい。なんで、それ知らなかった俺。俺も知らなかったですね。さっき知った。さっき知った。そう。で、カオスセオリーがですね、監督がオジーって人だったんですけど、もともと。まあ、新監督になってね。うん、で、カロラスっていう、もともといた選手なんですけど。いましたね。いました。はい、結構うまい。結構うまプレイヤー。なんかラットが倒されてるシーンもちょっと見た気がする。ちょっと見た気がする。って話をさっきしてた。してた。ラットが負けたやつやんっつって。おいおいみたいな。ラットがおいおいみたいな感じだった。で、まあ、大家選手が、まあ、ぴょっとって。ちょっとね。まあ、ちょっとね。まあ、いろいろ多分、言語的なあれがあったようにも見えたっすけど。まあ、そんな感じで。で、キックスなんですよ。これ問題。キックスなんですよ。まあ、前回、レジェンドとか、そこら辺のね、鬼強プレイヤーを加入させて、いや、キックスやべえやろってなって、まあ、結果的に見れば、シングルも YV1 もちょい勝ち越しぐらい。あ、違う。
キックスは 1v1 は最下位が俺らと同じで、そう 30% 勝率 30% で、うん、アジア全体で最下位だったんですよね。俺らと同じ、もう俺らもね、あのシングル最弱チームなんで、最弱チームです。ありがとうございますって感じで、でキックスは 2v2 がちょい勝ち越しぐらいか、多分 50-60% ぐらい、うん、強かった。で、その片方の相方のディオススティッチ選手がね、出て、でまた新しく入ったのが、IMJP っていう選手とエクスペドロっていう選手ですね。でどっちもなんかやっぱ有名で、 IMJP とか特になんか細かい系が得意な選手で、常にマルチとか上位にいる、なんかいましたよね、うん、プロに。そう、プロにいた、うん、いたけど多分なんかビザ的なあれかよく分かんないけど、まあ、そうですね、ちょっとそう多分あれになって、そう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 、もう上手いけどそれでもうこっちに流れ込んできたっていう、はい、エクスペドロももともと多分あれやな、プロ入っててプロだって、うん、でそれをもう確かプロリーグで見てないから、ビザ的なあれで入れなくてこっちに流れ込んできたっていう、うん、でどっちもね、めちゃめちゃうまいプレイヤーですね。うまい、そう、うまい、まあ、なんで、おお、まあ、でレジェンド選手とオニオン選手はね、あの勝ち抜きのプロと、まあ、シングルのプロがねいて、まあ、シングル鬼強チームですね。まあ、2v2 が片方が欠けたから、うん、まあ、それがまだ救いではあるけど、確かにどうなるのかっていう、結構誰と組むのっていう可能性は、もしかしたらオニオン選手とレジェンド選手仲いいから、仲いいから、ね、ここがなるか、ワンチャンもうなんかエクスペドライアムジェイみたいな、贅沢に贅沢にいくかもしれんっていう、まあね、間違いなくそのまあなんだろう、まあ、レベルが高いですね、圧倒的に。で、最後にタロンですね。でタロンはもともといたディラン、キックスにもともといた、ディラン選手と、はい、で、このね、俺分かんないんですけど、そのタロー、ん？タトロス。まあ、解明してきてるか、本当に新しい人か。タートス、多分分かんないけど、そう、そんなような人。解明してきてるか、まあ、多分新しい人、ね、多分新しい。で、ザロック選手ですね、もともといた。あと、なんか、俺も読めないんで読まないんですけど、のタロンもあれですよね、 2B が崩れたって感じ。そう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 、なんで、うん、結構まあ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 って感じなんですけど、うん、であとユーギアーツ選手ですね。まあ結構まあ戦力的にはよく分からん感じですね、まあ、測りにくいですね、測りにくい、そうなんで、まあよく分からんですけど、まあそこら辺のまあね、そのまあ未知な感じのチームですね、うん、ということで、グループ分けなんですけど、シーズン1で、上位4チームであるポノス、ゲームイズ、カオス、セオリー、ブレンが、シード権が与えられて、まず4つに分かれます。で、優勝チームのポノスとゲームイズは絶対に別のグループになりますね。はいはいはい、ありがとうございます。もうありがたい、 A、B って分かるわけですか。ドライヤーください。ドライヤーここじゃなくね、多分、あ、そう、リビングになりましたよ。リビング、イエス、はい、ということでですね、あとは、4つのグループに分かれて、シード権で、シード権も4つのチームはまず8チームの中から同じグループに属するチームを1つ選ぶ。まあ、簡単に言うと自分たちが一番勝てるって思うチームですね。あ、そうですね。まあ、その戦力的に、まあ、このチームが一番、まあ、言い方あれですけど弱いなとか、まあ、あとは自分たちが相性がいいなとか、まあ、そういうチームを選択して自分のリーグに引き込んで勝ちやすくするっていう、まあ、そういう逆ドラフト、まあまあまあ、強いチームを仲間に引き入れるじゃなくて、その勝てるチームをもうなんだろう、同じリーグに引き込むっていう、また割と新しい感じなんですけど、自分たちから選ぶっていうのは今回初っすよね。初、うん、大初なかった、なかった、そうだから俺らも結構悩んだけどね、うん、で、シード権、4つのあるチームはとりあえず1チームずつ選びます。はい、で、指名された4チーム ABCD に4つのチームの中から、同じグループに属するチームを一つずつ指名して、その指名はまたチーム D から A の順にっていう。まあ、俺の解釈で言うと、うん、まず、残りの8チームから 4つ選びます。はい、で俺らからポノス、ゲームイズ、カオス、ブレンの順番で選んで、残り4チームを逆にブレン、カオス、ゲームイズ、ポノスから選ぶっていう。じゃあ、まあ、実質選べない。実質選べない。だから最後の一番、欲しいチームは選べるけど、一番いらないチームが来るっていう。まあそうですね。そうそうそう。多分リーグの中でちょっと強いとこが最後残っちゃって、うん、そう、一緒のリーグに入っちゃうかもしれないとか。そうなんですよね。そうだから、これで個人的に思うのが別に有利じゃない。うん、まあそうですね。そもそも多分なんなら一番不利。1と8選ぶわけだから。そうそうそう。まあ多分間違いなく自分たちが勝ちやすいのは一番選べるんだけど、選べるんだけど、その代わり、そう、
キックスが来る。もう、まあ、報告で。予想とか、ね。そうそうそう。まあ、これからね、みんなで着替えてから、抽選会に行くんですけど、多分その前にこの動画上がると思うんですけど、ほぼ確でキックスが来ると予想してます。もうね。来季予想。誰も取りたくない。あんなチーム。無理っすね。同じリーグで、あそこに勝たないと世界大会に行けないってなって、ってことはよ。ってことは、やりたくないもん。やりたくないね。やりたくない。あんなに強いチームは。だから、どうせ残るんで、まあ、俺らになるのかな。本当は、1選んで5番目に選びたかった。そう。こうやって選んで、もう一回ね、俺らから選びたかったんだけど、うん、それならな、おぉ、1位になった甲斐あるわってなったんだけど、そうなんですね。そう、なんなら、4位のチームが一番なんか4、5で選べるから。4、5選べるから、まあ、ちょっと残ってる中でも、そう、みたいなの。ちょい強、まあ、ちょい弱、ちょい強の自分が思うそのチームを選択できるみたいな感じが、ちょっとそっちの方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。うん、まあまあまあ、ってな感じで、グループ A と B はまだ決まってないんで、わからないんですけど、まあこういう感じのスケジュールがね、もう元々発表されていて、今日の抽選で多分どっちがグループ A でどっちがグループ B か発表されるから、多分それでね、はい、いろいろ決まるんじゃないかなと思います。で、まあプレイオフとか、まあいろいろあったり、うん。で、オールスターマッチですね。結構基本じゃないわ。うん、結構その注目されてるのが、はい、オールスターマッチなんですけど、これはね、なんか多分その、まあ、オールスターっていうからには監督とかもなんか出れるんじゃないですか、ね、まあ、全部出れますよ、ね、とか他のチームと混合して 2v2 とかやったりとか、ね、多分そういう感じになるんですか。悔しい日程はまだ何も聞いてない、まあ、日程は出てる、まあ、日程は出てるけど内容は知らない、内容は分かんない、まあ、どんくらい盛り上がるのかなっていうのがね結構興味あるところではあるんですけど、確かに混合やったらここが他の相手とか、うん、ここが相手になったりとかが、それ面白いですね。だから俺がもうベンザーと強い、うわやばい、それやばい。どうやってコミュニケーション取るの。オッケーオッケーっつって、ディガーオッケーっつって。大変っすね。めっちゃ大変。絶対無理無理だ、無理。ってな感じで、まあね、人通り説明していったんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、今回の新しい人ドラフト制とか、はい、うん、まあ一応まだ世界大会に行くその条件は発表されてないのかな。だからまあ分からんのですけど、まあ、とりあえずそんな感じですね。まあ番がなくなりました、ね、あ、そうだ、大事なこと、大事なこと、あなたは賢いです。番カードがそうだ、最初に言わなきゃ、これ最初に言ったか言いたかった、言いたかった、こうしようか、編集でこうする。番カードがなくなります。つまりね、もう間違えて番カードを使う必要がなくなります。なんで、まあ、2v2 は言うて2人で確認できるから、はい、もしね、ああやったらおーおーってなるんだけど、 2v2 は番があります、あります。で、1v1 と、KOH の勝ち抜きですねがなくなります、なくなります、はい。なんで、まあ、個人的にその番がなくなって、まあ、いいところ悪いところあるんですけど、うん、まあ、いいところはまあ普通に、他の地域と、まあ、ルールが統一されるっていうのが、ね、はい、めちゃくちゃ、まあ、世界大会に向けてだと思うんですけど、そうですね、まあ、しっかり流行りのデッキがこうウエストも出てきて、そうそういうのをみんなが使っていって、そこにまたメタが入ったりとかで、もう盤でメタるんじゃなくて、もうデッキでメタっていうのがもうこう、ね、こういろいろ出てくる相性表みたいなのが。まあ、でそんな感じで、で個人的に思うのが、もう単純に盤とかで、まあ例えに出すとベンザーとかにね、いい番をしていいスナイプデッキを用意して勝つっていうのができなくなるんですよね。確かに。だから、格上の人により勝ちにくくなる、 KK とかベンザーがより無双しやすくなる環境になる、ね、自力をそう高めないとちょっと厳しいかな。そうだから、なんか角撃とかディガーとか、うん、そういうのがもう全くバンできなくなるから、それをまずずっと警戒してデッキを出さなきゃいけないから、結構なんかやっぱデッキ読みがより難しいですね、難しくなるし、よりそのスナイプデッキ持ってくるのがギャンブルになる、予想外しやすくなるから、うん、番がないから、ね、絞れないんで、お互い絞れないんで、もう、そう、お互い外し合ったデッキになるかもしれないですね、もう。そうだからもう、シングル勝率最下位の俺らからしたら、はい、まあ、失うものはないからな、ない、まあ、上がるしかないから、こっから、これはもう、そう、だから結局、まあ、番がなくなって、まあ、勝率上がったなってなるしかないんですけど、なるしかない、もうもはや、落ちたらもう、落ちることがないからね、ないですね。再開した色にも、そうだから、まあ俺らが今どのくらいシングル強いのかが言うてわからないですけど、測れないです、ね、そう、強い方がより勝ちやすくなるっていうのが、まあ個人的な感想ですね、結構。まあね、みかんさんが仕上がってるって、そうだし、テンゴットもずっとジャイ使う、今度ゴブジャイとか使う必要なくなってくる、確かに、ゴブジャイもうずっとジャイ使える、ずっとジャイ使える、ずっとジャイ使える
おい。おい。まあ逆にね、その今まで培ったその何版だから何が強いとか、まあシンプルなね、そのなんかまあインフェ版だから大型が強いっていうシンプルなのもあるけど、うん、まあほ他のね、もろもろこの版されてこのカードが減るからこれが間接的に強いとか、そういう知識が結構ね、このずっとバンルールでやってきて、うん、確かに、まあ、培ってきたんですけど、それが一旦ね、まあ、来年はどうなるかわからないですけど、一旦今回はそれが全部なくなるって感じで、まあ、ちょっと寂しいかなっていう気持ちはある。まあ、寂しいですね。そうだし、世界大会で結構ウエストとかの番でへーっていうのがめちゃくちゃ学びがあったから、うん、それをもっと披露したかったなっていうのも若干ある。ありましたね、うん、うわウエストすげえなこいつらみたいな。確かにこんなデッキ持っていくんだこの番でみたいな、まあそれは強えわみたいな。そんなあんなにな、あんなにバンでやってない、やってないのにチームが一番強かったから、結局だからそうで、俺らはそれを見て、あこのバンだとこれ強いね、これバンだとこれ強いねが結構ね世界大会に成長したんだけど、まあ、それがなくなって若干寂しい気持ちもある。ただ、まあ、ただね、まあ、ただ、まあ、やっぱ勝ち統一されたっていうのは結構嬉しい。まあそうだね、うん、逆にもう逆にだって俺らがずっとバンありでやって、うん、世界大会ではいバンなしですってなるよりは、まあ、まあ、ここでなしの方がねまだありがとう。逆に言うとウエストはその立場で優勝したからすごすぎるんだけど、ね、すごいですね基本中国とアジアルール寄りでやって、ウエストはあれあれってなってたんだけど、ウエスト優勝なんだだけど、まあ基本的には、ね、まあ、そんな感じですね、はい、本当に強いやつが勝つみたいな、もうあんま番狂わせがなくなるような、ね、うん、感じがするんでね、より、まあ、俺らもちょっと強くなるんだけどなっていうところで、はい、今日はねこの辺で終わって、まあ、これから抽選会行くんでね、もういいチーム、キックス以外が来ることを思うこと祈って、頼むからキックス取ってくれ、お願いします。どのチームもレベル高いんですけど、そうだからね、まあそんな感じでね、ちょっと苦手意識あったり、まあそうだね、苦手、個人的に苦手意識あったりね、うん、そう順位は下だったけど、そう個人的にはこのチームちょっと苦手だっていうのは俺らでもあるんで、ね、結構まあ、2v2 とかのペアもね、そう、まあ、あのチームに負けたらよく負けるとかあるんでね、うん、まあ、そこら辺はねありつつ、まあ今日の夜、生放送もねあるみたいなんで楽しみにしていただければなと思います。ということで今日は終わります。んーバイバーイ。なんだこれ苦手そうやん。やったことない、これやったことない。いや俺もない。